はい、皆さん、こんにちは。今回は再帰関数っていうのをやっていこうと思うんですけど、まず何ができるかっていうのを、まずやってみようと思います。再帰関数っていうのは、えー、自分で自分自身を呼び出すみたいな関数なんですけど、ちょっとこっちは難しい例なので、後でこのシンプルな例でやろうと思いますが、マヤで何ができるかっていう例を先にやっておいた方がいいので、ちょっとやってみます。これは、 うーんと末端ジョイントを取るっていう再起関数を作ってみましたルートを選択してこれ実行一旦やりますねはいでエンドジョイントを選択でやると末端だけが取れるっていうような関数になってます この末端ジョイントって結構あのー、負荷を減らすために末端だけ消すとかあったりすると思うんですね。または末端に対してジョイントを増やすとかやると思いますが、例えばこれを好き、なんでしょうね。末端ジョイントを取得した後に何をやるかっていうと、cmds.ls sl equal to ルー。あ、このエンドジョイントやればよかったですけど、ちょっともう一回 <laughs>。えっと、 r ジョイント、in ジョインツ、CMDS ジョイントでジョイント作ります。で、ジョイントを引数にします。この末端ジョイントを引数にする。で、作ります。で、CMDS セットアター、TX 方向に、まあ、何か伸ばしますっていうのを作ってみると、 うんとこういうアセットの場合はスケルトンか。実行すると伸びる。みたいなのがすぐ作れます。こっちだと逆いっちゃいますね、えー。ミラーされてるので。ただ末端がこういうふうに、なんでしょうね。選べれば先にどんどん伸ばしていくっていうのは簡単に作れるかなっていうところでした。はい。じゃあ早速再帰的の基本的なものを紹介しようと思うんですけど、よく出る例ってこういう感じのやつです。 で、これが何をやってるかちょっとやってみようと思うんですけど、うんと、まず、サム。2。3が帰ってきた。ちょ、ちっちゃいですね。よいしょよいしょよいしょ。よいしょ。<laughs> うん。で、サム。5。15が帰ってきた。で、これがやってるのは、うんと、5。 が入った場合、n に5が入ります。で、sum n-1 でまたこれを読んでます。なので、これ、えっと5、5-4は、あ、5-1か、は4みたいな。つまり5足す、4足す、3足す、2足す、1。で、4のここで減っていくんですけどで、0になった時には0を返してねで、この処理は止めるようになってます。 なので結果としてはこれが返ってくるっていう流れになってます。で2の場合も、まあ2から始まって、えっ、ー、と2-1やった結果がまたここに入って、プラス1。で、今度1-1の結果がこっちに行って、0になったからプラス0で終了条件に入ったので止まる。で、ここが3になる。っていうように、どんどん次の 人にバトンを渡すみたいなのをやって、最後のバトンを受け取る人がいなくなったら終了するみたいな感じなのが、この再起的っていう処理ではできるようになります。で、この終了条件がない場合は、一生ぐるぐる回っちゃうので、そこは注意してください。方文とかワイル文で <laughs>、えっと、条件がない場合、みたいな状況になってしまうので、メモリ的に結構危ないことになるので、注意して、この終了条件は書くようにしましょう。 はい。で、マヤ側の処理にちょっと、まあ、ちょっとざっくりだけ説明しますね。はい。まず、ルートを渡すっていう処理をやって、このルート、このエンドジョインツって中に最終結果をまとめるんですけど、このルートの子供をまず、リストリラティブズで全部取ります。この場合は、ペルビス。ちょっとちっちゃくて、申し訳ないんですけど、ペルビスが帰ってきて、で、チルドレンイズ。 のん、なんってしてます。で、これは、あの、子供が存在するまでは、終了条件。これ終了条件の頃ですね。子供が存在するまでは、回してね、みたいなところですね。<laughs> で、え、いや、子供が存在するま、しなかったら、リターンしてねっていうところですね。ね、つまり、あの <laughs>、えっと、この、ジョイント語。 今さっき作っちゃったからちょっと末端を消すんですけど、えー、この末端の子供は何もないからこれが返ってくると思うんでその場合はこの末端を返してねっていうのを片っ端からやってきますそれが返、うん、されて <laughs> ゲットエンドジョイントチャイルドでこのエンドジョイントの中に入るっていうのがダラダラ書いてあるんですけどこれ説明しても再帰的ってなかなか 理解が追いつかないっていう私個人はそうだったんでこれの説明の仕方って結構難しいなと思ったんで、えー、ブログの方にこのコードそのものも貼ってあるんでちょっと試してみてもらえればなと思います簡単な例とかでうんまたこれもうちょっとこういういい書き方があるよっていうのがあれば教えてもらえればなと思いますはいこれ結構使えるんでぜひ、まあ、個人的に使えるぐらいかもしれないですけど 使ってみて、どんどん改良していってもらえればな、いいかなと思います。末端だけテンプレート化する、表示にするとかもできるし、まあそういうのがいろいろできていくと思うんで。あとはあれですね。えー、とバインドするときに色つくじゃないですか、こう順番に。えー、ちょっとやってみますかね。その処理の中身もそんな感じになってたような気がするんで。いや、これちょっと。 バインド外しますねスキンアンバインドして <laughs>、えっと、スキンまたバインド。私はあんま使わないんですけど、このコロライズスケルトンってやつ、みたいなこともできる。例えばこう、最初はオレンジ、子供に下ったら黄色、さらにリストリラティブツでこの3つが取って緑、みたいな階層ごとにどんどん 下っていったので色をつけるとかも同じようなことでできるのでそういうのにもチャレンジしてみるといいかもしれないですねはい、今回は再起関数をマヤで使う方法について紹介してみましたよろしければチャンネル登録よろしくお願いします